浦山ダムは埼玉県秩父市浦山地崎荒川水系浦山側に建設されたダムである。荒川は1947年のカスリーン台風以後建設省によって荒川総合開発事業が進められ1961年には荒川本川に二瀬ダムが完成した。だがその後1967年にも流域は大水害の被害を受け さらなる洪水調節の必要性に迫られた。一方、首都圏の水需要が逼迫してきた昭和30年代以降、東京都の水源を玉川水系から、利根川水系へ移行させようとしていた建設省は、利根川水系を水資源開発促進法の水資源開発水系に指定。利根川水系水資源開発基本計画に基づき、 水資源開発公団が中心になってダム等による水源整備を推し進めた。だがその後も首都圏の人口増加は青天井の状況が続き、利根川水系ではいずれ限界が来るのは目に見えていた。このため古来より水需要での関連が深かった荒川水系においても水資源開発の重要性が高まり、1974年に 荒川水系は、利根川水系と一体化して、水資源開発水系に指定された。建設省はすでに、浦山川に1972年より、浦山ダムの予備調査に入っていたが、利根川、荒川水系水資源開発基本計画の変更に、伴って、滝沢ダムと共に1976年10月に、水資源開発公団に事業が移管された。 ダムは当初、包み高165.0メートルの中央土質社水壁型ロックフィルダムとして計画されていた。当時から日本では屈指の大ダムであったが後に事業費節減と地質調査の結果から重力式コンクリートダムへの変更が可能となり、包み高156.0メートルのダムとして施行されることとなった。重力式コンクリートダムとしては、 奥多田ダミダムに続き、全国2番目の高さを誇り、関東地方では、ロックフィルダムの奈良俣ダムの158.0メートルに、次ぐ規模の包み高を誇る、多目的ダムである。ダム建設に伴い49個の住居が水没する、こともあり、保証交渉には、時間がかかった。最終的には百七十八年に、水源地域対策特別措置法の指定ダムとして、 水没住民に対し様々な生活再建のための施策を保障し、交渉は滝沢ダムより早く1987年妥結することができた。これ以後本体工事が進められ、1998年に28年の歳月をかけて完成にこぎつけ、翌1999年より使用を開始した。ダムの目的は洪水調節、不特定利水、 東京都、埼玉県への上水道供給、埼玉県への発電である。以前は、大雨で流れ来た、濁っている水をそのまま放流していたが、魚などの動植物などへの影響を考え、ダムのさらに上流からきれいな水を導水し、ダム下流にきれいな水を放水するために、清水バイパスが建設された。ダム湖は、秩父桜子と命名され、 春には湖畔に桜が咲き乱れる。ダムも本体内部をはじめ1994年の地域に開かれたダム施策に基づいて一般に積極的に開放されており多くの観光客が訪れる。またこの一帯は秩父34箇所観音巡礼の札所が多いため巡礼客の姿も絶えない。西部秩父駅からも比較的近く国道140号から ダムの壮大な姿を望むことができ、逆にダム天場からは秩父市内を一望することが可能である。ダムの最下部に入り口がありそこに入ると資料が展示してある。そこをずっと進んでいくとエレベーターがありダム最上部に上がることができる。またエレベーター付近にはダムの水圧を体験できる機械が置いてあり誰でも自由に使用することができる。裏山ダムは 定期的に照明設備点検のためのライトアップを実施している。ライトアップ期間中は、ウララピアと下流広場の駐車場は開放される。浦山ダムに隣接されている、浦山ダム資料館のウララピアの中には、桜子食堂があり、浦山ダムカレーを食べることができる。ちなみに、日本初の浦山ダムラーメンもある。ありがとうございます。